第4試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。ことの始まりは2月1日の GHC タッグ戦でした。カズマをはじめとするフーリガンズが試合に介入。ノアのリングで好き放題の杉浦隆がそれに激怒し、フーリガンズを撃退しました。入ってまいりましたカズマ坂本です。先月24日の後楽園でフーリガンズと杉浦隆率いる杉浦軍の因縁の決着をつけるイルミネーションマッチが行われました。それに敗れたフーリガンズは解散をしてた。あ、その後ろから、あーっと、これはまだ俺にはフーリガンズだけじゃない、他にも仲間がいるんだと語っていたカズマ坂本、仲間を連れてきました。その後ろからカズマ坂本、まだ参ったとは言っていない杉浦隆、勝負だ杉浦、カズマ坂本、なんと椅子を片手に野沢論外がその場外です。カズマ坂本と野沢論外、一体野沢は何をしにこの会場に現れたのでしょうか。フーリガンズと行われた5対5イリミネーションマッチでは、最後杉浦がカズマをオリンピック予選スラムで下してフーリガンズの解散を決定させました。しかし解散が決まってもなお噛みついてくるカズマに対し、杉浦は暇だから相手にしてやると再び叩き潰す覚悟です。カズマがフリーとして戦う意地があれば、杉浦にもこのノアの中心であり続ける意地がある。それは新生ノアになっても同じ。参ったするまで締め上げてやるよ。石田が集中、第4試合シングルマッチです。カズマ坂本対杉浦隆。佐藤さん、野沢が来ましたね。そうですね、まあフーリガンズ解散で一番こうそれを、ね、納得いかないという感じだったのがカズマだったわけですけど、まあ、それがこの一騎打ちにつながってきたところはありますけど、まあ、すでにもう次の一手を用意していたということですからね。さあ、まず仕掛けたのはカズマ坂本の方だ。それに杉浦も答えていきます。エルボーの打ち合いだ。一撃、あ、そして地獄突きから勢いをつける。キックで迎撃、投手、まず投手のカズマ坂本、まあ、本当にこのカズマ坂本からしますと、フリーとしていろいろな団体に参戦して海外も経験して、はい、そしてこのノアのリングでフーリガンズと、はい、その意地というのがありましたよね。いや、そうですよね、こう、まあ、ね、渡り歩きながら、ね、こう生き残ってきたという自負も非常にあると思いますしね、やっぱり今回のこの杉浦との戦いというのは、この先の、ね、彼がノーマットでどんな立ち位置になっていくかという裏の意味でも、ね、非常に重要な戦いになってきますよね。そのフーリガンズは解散とはなりましたけれども、この新生ノアでその中でも自身の存在をこのリングの中でアピールしていく、フリーで戦ってきたカズマ坂本の意地であります。そこに今場外で今はパイプ椅子に腰をかけている野沢論外、まあ、どこで、ね、動いてくるかというのが気になるところではありますよね。このまま、ね、こう座って特等席で観覧しているというだけではないはずですからね。そんなはずがありませんよね、はい、それに対して杉浦と野沢、杉浦と野沢が睨み合う。後ろからカズマだ。こういった感じの邪魔をしてきます。そうですね、今のところは手は出していないですけど、やっぱ杉浦は気を取られた部分はありますからね。やはり杉浦はこのカズマの方に集中しないといけませんからね。そうですね、やっぱりこう意識が、ね、外に向いてしまうと、カズマはこう隙を突いて攻めるとか、こうインサイドワークもある選手ですからね。このようにまたペースをどんどんとカズマに握られてしまいますと、杉浦の方としては苦しくなってきます。一撃一撃強烈、
佐久間さん、このインサイドワークという話がありましたが、このカズマというのは本当に基礎の技術というのも非常に高い選手ですよね。そうですね、やっぱりいろんなリングでこう渡り合ってきたというのは、やっぱそれだけね、こうどこのリングに上がっても高く評価されているということですから、そのあたりの、ね、実力というのは確かなものがありますよね。この一撃も強烈です。体を浴びせていきました。真っ向から杉浦と勝負しても果たしてどちらが勝つのかというような一戦。杉浦の体、そして胸板のあたりがすでにもう赤く腫れ上がってきました。一発一発非常に強烈なものがあります。カズマさんもと切り返す。ニヤッと笑って一撃、打ち合いに行きますね。杉浦のエルボーは、ね、もうものすごく強烈ですからね。今の一撃が来ました。あと脳が揺れているか、カズマさんのこと。ちょっと待ってからの円錐蹴り。こういうところですよね。ノアの選手がこう真っ向勝負で挑むという形で杉浦と戦うところがありますけど、カズマのように、ね、こうやって自分のリズムに持っていくという戦い方も、ね、一つのプロレスですからね。そうですね。もう杉浦に勝つためにはどういう戦い方をしたらいいのかというのを、ね、やっぱカズマは考えていますよね。しかしキチンシンクから一気にまた流れを取り直した杉浦隆。ここは岸田式キックと膝を放っていきました。ここはコーナーに乗せていきます。カズマをコーナートップに捉えた。メンバーさんの体勢か、降りてよ2人とも、降りてよ。投げ切れるか杉浦隆。カズマ抵抗します。簡単には投げさせません。カズマ坂本踏ん張り切れるか。カズマ引っこ抜きますね。杉浦が引っこ抜いた。投げ切りました。横浜文化体育館にその鈍い音が響きました。カバーに入るカウンター2。さあこうやってリング上カズマとの戦いに集中しているとまたいつ野沢が入ってくるか、その存在というのも。あっとここまたインサイドワークからトラスキックを見舞っていく顔面へ。カウンター2です。まあ、使えるものは、ね、何でも使うというか、こうやっぱり試合の、ね、流れを変えるとうまさも持ってますよね。リングの下試合を見守る野沢論外です。カズマ坂本の後ろから入ってまいりました。そしてあーところ一気に得意技へ出ていくのか。得意のハーフパッケージパイルドライバーの体勢となりましたが抵抗した杉浦足を捉える。あーっと足首だ足首だ。足首をひねり上げるアンクルホールド。カズマカズマギブー参ったさせるという、ね、言葉もありましたからね。カズマ坂本は俺は参ったしてねえぞとフーリガンズが解散になった後に語りました。杉浦の方としては攻めならば参ったさせてやろうというそういった気持ちでカズマの足首をアタップするかアタップするか。ギブアップしてしまうのかカズマ。自分の、ね、手を、ね、噛んで、ね、痛みにこらえてるんですよねカズマが。ここは一気にグラウンドへ持ち込む。これ厳しいですねリング中央ですね。足首が足首をひねり上げる。耐えきれるかカズマ坂本。このノアの力の象徴強さの象徴杉浦隆がタップを奪うのか。カズマなんとか張っていくロープへ。なんとかロープブレイク。いやよく耐えましたね。野沢はその様子少しそわそわして様子となってまいりました。野沢論外そして杉浦がジャーマンだ。真っ逆さまに落としていきました。正面からの膝蹴りも強烈。カウントギリギリ。杉浦としてはもうこれフィニッシュに行く流れができてきていますよ ね。 そうですね。もう決め切りたいところですね、はい、ここはこれまで GH ヘビーを4回獲得してきました。獲得回数4回は最多です。オリンピック予選スラム切り返してスクールボーイに入った。
丸め込む、カズマ坂本、もう一度顔面への蹴り、そしてもう一度スモールパッケージ、丸め込んだ、返します、杉浦隆、続けたいですよ、カズマとしては。カズマ軽振り、あーっと左の張り手、あー、そして今度はフロントレックロックだ。これは杉浦としてはこのまま締めたいですけど、おー、しかし抵抗するカズマ坂本、あー、膝から崩れ落ちた、これは大丈夫か、落ちたか、落ちたか、まだ左手を振っています、意識はありますね、ロープブレイクできるでしょうか、ロープ近いんですけど顔がね下向いてるので見えてないかもしれないですよね、ロープがっちり入ってますよね、これ、はい、このままでは危険です、カズマ逃れられるか、西田がレフリー左だ、あーっと試合が終わった、落ちた落ちた、カズマ坂本が落ちました、勝者杉浦隆がカズマ坂本を締め落とした、すぐさま野沢論会が入ってきますが、勝者は杉浦隆です。おー、今度は野沢が杉浦に向かっていきます、矢坂さん、そして杉浦はカズマに、カズマを起こします、杉浦隆、いや、やはりこの力強さを見せつけたのは杉浦隆でした、握手してますね、これは因縁決着ですか、何か言葉を交わすような感じもありましたね、長井来た、長井が来ました、長井が来ました、花道から長井が来ました、おい、カズマ、おめえがこいつに負けたからプリが解散になってんだぞ、俺は、なんでお前このおままごとよ、俺は認めねえぞよ、ほら、まあ、ギブアップしたよ、僕よ、ハンズルも、ロングネックも、ギブアップしなかったからな、まあ、後から出てきた長いの、あんな親父よりは、ブレてない、筋が取ってるよ、今後一緒にやっていくのもやめたまではない、一緒に帰ってきたんだろ、マジか、大丈夫、なんて言ってきた、いや、もう関係ない、言ったらさ、俺が連れてきた暇な仲間だって、仲間なの、おい、カズマ、ドッキリみたいなことすんな、杉浦隆って面白いっていうのがいるからって来たらよ、なんだよこの展開、ドッキリだな、まるで、まあいいんじゃね、面白そうだから、うん、ちょっとノアマットで遊ばしてもらおうかな、俺も一緒にやります、うん、一緒に、うん、やりましょう、俺の姿が始まるグローバルタッグリーグ、タッグリーグもあるしない、俺もパートナーないし、こっちもないっていう、はい、とりあえずそっからだ、ノアで一番最初にデビューした杉浦隆っていうよ、もう長いものに巻かれていこうぜ、俺たちフリーはよ、こういう人間についていかなきゃダメなんで、生き残るために、そうだ、うん、最終的には、うん、長いものに、いいじゃねえか、フーリガンズとか俺わかんねえけど、終わったんだろ、うん、果たしたらいいんだよ、終わらした、俺がフーリガンズ